第204海兵中型ティルトローター訓練飛行隊は、アメリカ海兵隊のメガボルト -22 オスプレイ訓練飛行隊である。ラプターズと呼ばれるこの飛行隊は、従来、第204海兵中型ヘリコプター訓練飛行隊、命名され、CH-46E の総重視を育成していたが、1999年6月10日に、 VMMT-204 a と正式に解消された。第26海兵航空軍の指揮下にある。海兵隊及び空軍のオスプレイ操縦士、海兵隊のクルージーフ、及び海兵隊の CH-46 及び CH-53D ヘリコプターの後継機である、メガボルト -22 ティルトローター機を整備、運用する部隊に対する教育訓練を実施する。 飛行隊は1972年5月1日にノースカロライナ州ニューリバー海兵隊航空基地で設立された。ベトナム戦争後、第40海兵ヘリコプター訓練軍が解散され、第402海兵中型ヘリコプター訓練飛行隊及び第401海兵大型ヘリコプター訓練飛行隊が統合されて、HMT-204 が編成された。 HMT-204 の部隊小複合訓練、飛行隊である HMT-204 は CH-46 と CH-53 の双方のパイロットに対し訓練を実施していた。1986年1月、HMT-204 は CH-46E を他部隊よりも先行的に領収し、生存性。 信頼性及び整備性試験を実施した。1988年6月、HMT-302 が、すべての CH-53 パイロットの訓練を引き継ぐこととなり、最後の CH-53 の HMT-204 からの管理替えが行われた。1988年11月9日、HMT-204 は、 1987年における艦隊海兵部隊に対する支援が評価され、航跡部隊賞賛賞を受賞した。1993年10月、HMT-301 が解散し、HMT-204 は CH-46E 保有部隊を支援する海兵隊唯一の艦隊速応飛行隊となった。この改編により、HMT-204 は、 海兵隊で最大規模の CH-46E 保有部隊となった。1993年10月、艦隊抗代用因果士艦能力訓練プログラムが開始された。HMT-204 が実施するフレストにより CH-46E 及び関連機材を運用、整備及び修理する将兵の総合的な技術向上が図られた。 主たる任務である CH-46E のパイロット及びクルーチーフの訓練に関し、HMT-204 は1800名以上の CH-46E の補充搭乗員、275名以上の共感操縦士、及び450名以上のクルーチーフを育成した。さらに、100名以上の AV-8B パイロットに対し、 CH-46 を用いた垂直飛行完熟訓練を行った。1995年12月、HMT-204 は夜間変態飛行、NVG 飛行、地形に沿った飛行及びクルーコーディネーション工場のためのパイロット及びクルーチーフの訓練に関し、新たな手法を確立した。HMT-204 は相対以来、クラス A 事故に関し、 9万5000時間以上の無事、小飛行を記録している。この顕著な功績により、1977年、1994年、及び1997年のアメリカ海軍、作戦部長航空安全最優秀賞を受賞した。1999年2月、CH-46E の海兵隊、艦隊対応飛行隊は、HMM-164 に引き継がれた。 VMMT-204 のメガボルト -22 オスプレイ1999年4月、冷静音社から VMMT-204 に新型のモーション機能付き作戦飛行訓練装置が納入され、海兵隊及び空軍のオスプレイ飛行訓練への使用が開始された。OFT を用いることにより、パイロットは高さ24フィートのドームに映し出されるコンピューターが、 作り出した画像を見ながら訓練することが可能となった。機械の情景とフリアの画像の双方は OFT の6チャンネルの画像表示システムにより生成される。パイロットに加速及び減速のリアルな感覚がもたらす完全なモーション機構により幅広い領域における仮想環境下での訓練が可能となった。1999年飛行隊は メガボルト -22 オスプレイテルトローター機のパイロット及び搭乗員たちを支援する艦隊対応飛行隊となった。HMT-204 の名称は使用機種の変更に伴い VMMT-204 へと解消された。2000年3月12日、VMMT-204 はメガボルト -22 オスプレイの初号機を受領した。飛行隊は 2000年12月までメガボルト -22 の飛行訓練を実施していたが死亡事故が発生したためオスプレイは飛行再開までの3年の間飛行停止となった2005年 VMMT-204 はメガボルト -22 の飛行を再開し海兵隊のメガボルト -22 飛行隊の編成再開を支援した2007年末までに VMMT-204 は、海兵隊の最初の3つのメガボルト -22、飛行隊及び最初の空軍 CV-22、飛行隊で勤務する150名以上のパイロットを育成した。VMMT-204 は、当時、ブロック A 及び B の2つのバージョンのメガボルト -22 を運用していた。ブロック A の機体は、ブロック B に適用されている。 信頼性に関する改善を実施した上で、実戦飛行隊に配備される予定であった。ブロック A の機体は、新しい機体よりも信頼性及び平坦支援性の面で劣っていたものの、VMMT-204 は、その運用に必要な訓練を実施していた。過去においては、最大6機のブロック A の機体を部品取り機として使用し、飛行可能な航空機を維持することが複数回、 発生していた。2009年2月25日、ブロック A の初号機が、ブロック A から B への回収のために構想された。海兵隊、ありがとうございます。